お。採掘野郎だと仲間みんなで協力して雨を送り出す展開。ロボ産業なところでドンクサイよね。ん？ドンクサイですか？なんかドンクサイってイメージ悪いっすね。壁が昔のセブンイレブンみたい。レンガ風。背中になんかあのキャラクターのシルエットの白いシールが貼ってある。で右側の方になんか今書いてあったんだけどな。さてこれいけるのかな。もう4時近くか。まだ1時間半も走ってないんですよね。あ、よかった。よっと。あ、すいません。よっと。ガーミンは何ですか？ガーミンはイートレックス30です。英語版。おお。32のタイヤって乗り心地はいいの？私はあの細いやつ乗ったことないんで比べては分かんないですけどね。まあ多少のダートだったらいけます。この32だって私は前マウンテンバイクの 1.5 インチのに乗ってたからそれよりも細いんですよ。カーボンフォークは今のところ大丈夫ですね。輪行しても特に問題なし。この先車両の通行はできませんか。よっと。一都関係の仕事では PM とかしないの？電車みたい。プロマネですか。それは言えないな。線路の向こうに渡りたいな。30分延長しました。お泊まり配信久々に見たいな。お泊まり配信、あの泊まる場所全然まだあの確定してないんで。うわーと、これ道ないのか。いや、ないないですね。どっかにも、どっかでも、ここに渡らないと。あらま。袋小路でございました。何波の光での宿は？ん？何波の光？道を作るんだよ。あるある。うん。ルートラボでルート引いたときには、うわ、線路の向こう側の道なんですよ。なので、うん、考えて。あります。信号機の位置。踏切ですか。どこで。あの、柏のあたりまで行けるかなと思ったんですけど、時間が遅くなっちゃったんで。お。これは。行けるんだよな、きっと。わだちがあるってことは。うん。あれ。ああ、行ける行ける、オッケー。まあ、道というか道だったのかな。で、踏切ないですね。なんとか抜けた。あと野田線はあの結構本数多いんですね。さっからひっきりなしに単線なのに。禁止っていうのはあの線路沿いのなんか土地のことですかね。あ、思い出した。
iPhone の今ここのこと忘れてた。この先通行止め、踏切渡って迂回願います。ロボさんが走ったらここが道になる。 iPhone 道、たまにはラグホがいいんじゃないですか。かなり古いタイプの柵。あー、エラーになってますね。今ここ切って立ち上げてオンにして、これでいったでしょう、きっと。線でも 6両編成でこんだけいっぱい走ってるっていうのはすごいですね。ピカピカよし、もうすぐ次の駅だ。あと飴がまだ口の中で星形保ってますよ。まだ角が丸まらない。ホワイト餃子ってこっちなんですか。前ヒガンバナのあそこなんて言ったかな、駒のあれ、袋なんて言うんだっけ。あ、これ駅か。ここも結構本がでかいな。前の総理は野田ブー。ブー、ブー。駅前の道路工事とか、この辺は新興住宅地なのかな。なんか野田線沿線って道路工事してる箇所が多いですね。沿線はなんか駅前を区画整理っていうのか再開発っていうのか、そうしてるとこ多いですね。いらっしゃいませ。これは何駅なんですかね。どこが駅？あっちか。16号線沿線なのかな。今ここ来ないです。あれ来ないですか。ってことはサーバーがダメなのかな。わーい、お泊まりお泊まり。あたごだ。あたご駅だ。あたごって地面多いですよね。あたご山ってもやたら全国にあそこっちにある。今日は東武の野田線沿いに走ってます。次が野田市駅でキッコーマンのとこですね。山の名前じゃないのかね。あ、この辺りの愛宕山があってってことですかね。かもしれない。一応友人駅かなっぽいよな。友人駅とは多分ないんですよね。これは港区にあったよね。港区？何港区？車載音で今ここに高いんでしょうね。あ、なんて本当に車載音がいいんだよね。年間の名前かと思った。そういう匂いじゃないですか。そういう日本の心ですよ。日本の歴史のことだったりね。歴史、あ、アタゴっていうインテークがついてブロブロいってる車がいる。地図ソフトっていうのは、iPhone だったら Google マップのアプリ使ってます。今は私浦和は国際頭山の方で、新高山じゃなくて国際。インプの悪口は言わないでください。今のはインプですかね。超市民、スーパーサイヤ人みたいな。新大久保はキムチに多い。軸、ロッテの工場あるからね。武蔵浦和、おっと醤油対決だ。そういう、ヒゲタ醤油っていうのが調子の方にありますよね。さっきのその話かな。
近い時間。お、手焼きせんべい野田名物。これかな、せんべい屋さん。あ、違うか、さっきはせんべい屋さんの話は別の駅の話だったよな。キッコーマンが一番。なんか年賀流的にはキッコーマンが強いような。電波、マルキュー。あ、電波ダメですか。テイトはタモタクシー。テイト、新大久保にもロッテの工場あるね。甘い匂いする。新大久保、春日部は今日出てきた駅なんで、柏のあたりでどっか泊まろうかなと思ってますけど、柏まであと何キロあるんだろう。まだ20-30キロ、いやどころじゃないかな。今日多分まだ20キロ進んでないはずなんで、あっちが駅か。セイロガンは泉か。あ、これキッコーマンかな。ん、セイロガン。この敷地ってもうキッコーマンのとこなんですかね。違うかな。この木造の建物が醤油っぽい気がするんですけど、匂いは全然今のところ醤油の匂いしませんね。やっぱここから、こっちが駅かな。赤色？赤色って湯が赤いんですかね。この敷地は？ニコ生見てて変な喋り声が入るのは何なんですか？うん、何それ？書いてないな。嫌に醤油さすといいってよ。醤油か。いや、醤油って油成分はなくはないんだろうけど、ほぼないから。野田駅はなんか立派というか、また他の駅と全然違いますね。温泉いいな。うん、車が。本当にお湯が赤いんですか。この土地は、あ、違うか、あれは。これ目の前がキッコーマンの敷地なのかな。地図見ても、地図は、あ、いや、キッコーマンって書いてあるな。今通ってきた途中がキッコーマンのとこ。あ、ヤコーダウンですか。じゃあどうしようもないな。野田市駅、反対できないの。前回一般がなんとか聞こえるんだけど。前回一般何の話ですか。私の放送には多分関係ない。別ウィンドウで開いてる可能性はかなり高そうですけど、違いますかね。豆豆。駅、そうですね、駅舎自体小さいな。茨城急ってのこれ、茨城急行バスかなんかですかね。茨城急バス。あそこになんかの100円で乗れる、なんだっけ、なんかの豆のキャラクターがいますよ。あ、上枝豆がついてる。豆バスって書いてある。あのバスはルーフのとこに枝豆がついてます。あ、地図あった。で、これは現在地がわからんな。
1992、あと1個でヤクザでしたね。小学校の頃、藤本くんのお父さんのキッコーマン工場に見学に行ってからくん。この辺りあちこちあのキッコーマンの工場なんですかね。あ、キッコーマンタンクがある。あのロゴがついてるでかいタンクがあります。あれはそう、イバキュー、イバキュー。あと豆バス、ちょっとこれ進入禁止か。そこのほら、あの枝豆がついてるの見えますか。豆バス、イバキューかな。イバキューのバスがたくさんあって 1台だけ 豆バスがいます。すごいの、思い切り風の抵抗になる位置についてる。かわゆい。あ、あっちの方にも素材ありますね。ビーノですね。ビーノ、豆バス、豆バス。醤油の、まだわからんな、醤油の匂い。あ、これこれ100円で乗れるやつなんですよね、きっと。ちょっと今ルートの全体図見て、いや、醤油の匂い今んとこわからないです。あ、もう半分ぐらい来てるな。まあでも少なくとも柏に着くのは6時以降になりそうですね。さて、キッコーマン、あそこにタンクが見えるんですよ。あれは醤油じゃなくて原料の大豆とかそういうのを格納するところじゃないんですかね。あれ、あそこデルモンテって書いてあるのは、キッコーマンってデルモンテのブランド、あ、デルモンテのキッコーマンのブランドなんですね。丸い醤油どこだろう。多分原料タンクじゃないですかね。できた人はあんなとこに格納しないですよね、きっと。普通にパッケージにして終わりですよね。あ、何が見えて、あ、この道じゃない、そっちか。まあでも渡ってもいいかな。結構そういうメーカーって多いんですね。何も、まあそういうのも好きなんですけど、イベント的には今のところ少ないですね。この年ならではのなんか、なんていうか、物というよりは、あの豆バスみたいな、その土地に来ないと分かんないような情報がいろいろ知ることができると面白いんですけど。幸せ、あ、その CM なんでしたっけ。よっと、万丈みりんもキッコーマン、万丈みりん、丸城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 かな、ではないっていうのも、あとマンズワインっても書いてます。あ、今ここは今サーバーがダメらしいです。あの車載オフが元凶なんじゃないかという噂がありますけど、そういうのをあの信じ込むと危険ですからね。さっきいろいろ情報を疑って書かないと。兵庫県、愛知県も、愛知はあんまりそんなに走ったことないからどこだかわからないな。いや、兵庫県もわからない。タイムシフトが混雑して見れない。タイムシフトが、私の放送の今タイムシフトできてるやつはないから、別の放送の話ですね。なら私は保証しません。私の保証外です。昼過ぎからニコ生不安定ですな。あ、不安定、行って左曲がって、醤油だけど情報のソースが大事。ソースが、なるほど、ちょっとうまいな。車載のせいでネットがつながらない。車載の、あ、車載で配信してる人が多いって。いや、そんな多くないでしょう。ニコの全体で言うと、あ、奮闘機ありますね。静岡県の浜名湖でやってる。
鴨名湖か、今回は。今回はっていつもやってるのかどうかも知らないんですけど。藤本くんのお父さんの勤め先は兵庫県の工場。なるほど。ありこ？ん？ありこ？兵庫は7なのか。ありことは全然関係ないですけど、アルインコっていうメーカー名って、あれはアリンコとは関係ないんですかね。カシマル。私はアルインコっていうのはアリンコを意識してるのかどうか気になります。こんにちは、泊まりたいです。まだ確定してませんが、うん、こうマン、あのマンっていうのは本当によろずのマンですからね。よいしょ。確かに醤油メーカーってあのローカルメーカー多いですよね。そうそうなんか廃れないってことなのかな。やっぱりそのメーカーの醤油じゃないとっていう、その醤油依存症の人たちをたくさん作り続けるからなのかな。得意客はあのがっちり掴んでるとか。愛知の醤油ってどの辺なのかな。愛知はどこなんですかね。亀甲縛りから来てるんじゃないのね。亀甲縛りから、亀甲縛りの方がその亀甲から来てるんでしょ。ん？醤油、ああ甘いかな、ニブシは。本当は秀田醤油や山佐の方が美味しい。山佐。まだ気づいてない、まだ気づいてない。亀の甲羅模様が見なかった、こっちを結局。なんか風邪ひいてるっぽかったですよ、猫。マリオ生産、ああ、なんですかね。てか醤油とかのあたりは日本人ものすごくうるさそうですからね。やっぱり慣れたものを買い続けるんじゃないかな。うわっ、なんか落ちなかったっけ。九州は醤油の周囲多いよね。九州、あ、そうですかね。東京には亀甲醤油があるよ。亀甲、うん、あ、亀甲は確か、亀甲は五日市街道で、武蔵五日市のところで亀甲のあの、店舗というか見たような気がする。ここってあの囲碁の碁の字じゃなかったですかね、亀甲碁は。の、あの、この工場が壊れたら、醤油不足で大変なことになるかも。武蔵五日市街道で亀甲碁を見たような気がします。上司氏が多いイメージ。上司、うん。ソイソースですかね、ソイソース。この辺り道がよくわからない。愛知の一力という醤油メーカーは熱田神宮の近く、三里から来る。熱田神宮ってどこなんだっけな。海沿いの方ですかね、熱田っていうのは。日本シェア 30%、世界シェア 50%。すごいな、50%。海外に出してるの半分がキッコーマンなのか。69.3、醤油ことですね。九州にはうま口醤油というのがある。わら。うま口醤油、あ、確かにありますね。確か、あの、聞き覚えが、うま口醤油。ん？信号誌、あ、信号ありました？え？気がつかなかった。知ってたらすいません。すいませんというか気つけます。もう取り返しはつかないので。え？刺身醤油も九州だけ？嘘。刺身醤油っていう調味料は全国じゃないんですか？あの、ちょっと濃い感じの。うまみがある感じのやつ。あ、名古屋のど真ん中。豆だれ。豆だれ。寿司ってネタ側を手で醤油につけて食うんだってね。ネタ側、そうですね。私も、ん？なんて書いてある今。私も子供の頃、あの、ご飯側にたっぷり醤油つけて食うのが好きでしたけど、最近なんかつけすぎ良くないかなと思って。あ、注意の命かこれ。何の感じだろうと思ったら、スピード落とす。スピードじゃないよ、スピードだ。スピード落とす。マルキンが分からない。醤油。イギリスの日本料理屋にもキッコーマンの醤油がテーブルに置いていかなく。イギリス。醤油かけご飯うまいよね。醤
醤油かけご飯はまあうまいですよね。醤油ご飯おかずにご飯を食べるというネタが前漫画でありましたよ。最近絶品卵かけご飯って見なくなったね。絶品、そういうメニューがあるんでしたっけ、どっかに、どっかの店に。刺身は蓋…な、なに蓋漫画喫茶で配信しますか。まあ漫画喫茶にしろ、などこに泊まるにしろ、やっぱおかゆライスかな。泊まったら何かやると思います。寝てしまわなければ。まず武蔵野の雑木林や、ん、雑木林や、秋田にはきっ香姫醤油があるよ。卑猥な感じが美味しそうだね。なんかよくわからない言葉だったのに、卑猥な感じが美味しそうってどういう意味だ。あ、今来た帳目、寝かせてよく寝るんだ。中指確かに足伸ばせないから寝にくいんですよね。福岡は山高醤油ですね、わら。あれ、これ道じゃないか。なんか今子供たちに見られてた。最近のゴプロ林道動画最高ですね、記録かけ味はあれ。あ、そうそう、私はいいのを記録して動画にすることに結構自己満足覚えてますよ。三大犯罪歴、信号無視、盗電、確かに1回やったから反論できねえ。あと信号無視も多分なんかやってますよね。あの意図してはやってないけど多分やってしまってるはず。今日もどこでやったんだろうな。吉川くん、あ、私は吉川くんですけどね。あ、やった。これそもそも道じゃないか。駅まで繋がってると思ったら繋がってませんでした。二度見されました今。よいしょ。そうそう、ニビシは私の実家の近くです。ん、いや、駅の近くだからじゃないですかね。目玉焼きは醤油派、ソース派どっち、吉川前。この道は何だったんだろう一体。よいしょ。これはいい道。ああ、何やってんだろうこれ。人が突き出せないですね。あ、清水公園から、え、そうですか。あれ、ちょっと待ってよこれ。私はこれルート、駅に行こうとしてルート引いたんじゃなくて、途中に点打つの間違えて引いたところか、これ。意味ねー。ありがとうございます。動画が増えてくると中身説明を一斉に書き換えようとすると大変なんですよね。いらっしゃいませ。意味ねー。これ間違えて線引いたとこか、もしかして。てっきり駅に寄っていくルートだと思って行ったら駅ないよ。というわけでこの住宅地を今一周してきました。見事。結局戻ってきた。何でもありません、気にしないでください。地元の生命線、野田線来た。醤油の会社で所有貨車を持ってる企業がありますね。醤油貨車、もう一周しよう。この辺は平らな土地なのね。平ら、あ、そうですね。まあ関東平野の中なんで、ん、ゴープロだと平野なので。あ、だめです。なんか左肩がいて。猫道は好きなのね、わら。猫道、これは中学校か。中学校っぽいな校舎が。コーナーはタイヤの限界まで攻めて、肩が痛いのは運動不足、醤油の巻きだけにしょっぱい思い出。左肩、お疲れ様でした。なんか左肩痛いんです。あれ、ルートが今どこ走ってるかよくわかんない。中学生女子のいるとこ
疲れたかな。今思い切り聞かれましたよ。中学校なのかな。今そこら辺歩いてる子供たちに思い切り聞かれましたよ。マニが静かだったから。千葉県の本日の日の入り17:35。ちっちゃんペロペロ失望しました。わら、恥ずかしい。恥ずかしい。中学生女子に興味津々の吉川前。そこをこうであれ地図が、あ、大丈夫か。不審者、わらわら。清水公園のあれかもしれない。あれ、ちょっと待って、今どっち向いてんだ。ちょっと待ってください。こっちからこう来て、あ、方向地です。こっちかな。GPS だったの向いてる方向がなかなか分かんないんで。あ、いらっしゃい。止まっていきたいです。まだ確定してません。ヘルメットはファロー FARO、 ライトマウント台座がついてるやつです。でライト側の台座をキャットアイさんに教えてください。は丁寧かつ、なんか丁寧かつ乱暴な言い方ですね。結構タイプミスから派生した面白い書き方ってなりますよね、みちゃんとかで。あれともちょっと違うかな。私が納得いかないのは、なぜ殺たし、なぜ殺たしっていうのは、なぜ殺したの下とたしが入れ替わってしまったっていうのがもともとなんですけど、それの派生としてなぜかなぜ殺したしっていうのが広まってしまってて、したしじゃ可愛くないじゃないですか。殺たしだから可愛いんですよ。この先何駅？本当に使うの？丁寧な丁寧ですね。丁寧な、そうそう。え、船橋ですか？これ左の方がいいかな？殺したしじゃなくて殺たしの方が可愛いんですよ。うん。船なくなりに。梅郷駅ですかね、梅郷駅ですかね、ここにあるのは。本当に疲れてるみたいだ、笑。疲れてる、あ、私がですか。肩痛いけど、いや、今日は疲れるほど走ってますね。あ、梅里郷じゃないんだ。何の話ですか。ん、何の話、どれの話だっけ。梅郷、梅里、梅里、ここですね。最近新しくなった。本当だ、梅里だ。うん、なんか作り変えられてますね。最近新しさから言ってといっても、もう5年以上経ってる感じかな。5年ぐらい経ってそうな感じ。梅里駅です。梅里。ふう、梅里綺麗になったな。梅は咲いてるの。自由通路。梅あるんですかね、この辺り。梅里駅周辺案内。えらいシンプルだな。案内、公園ってしか書いてない。ですね、図が書いてあるのは基本的に野田市の何々ってやつで、野田市の花、ツツジ、野田市の鳥、ヒバリ、野田市の木、ケヤキって書いてあって、地図上にある文字は公園だけですね。梅里駅の向こう側が16号線か雪印の号。あ、みたいですね。何もないからね。バイクを運んでも。これは案内図と言っていいのかな。シンプル。野田市のなんとかっていうのはどうしても隙間が、隙間っていうか、あまりにも地図としてのっていう、なんかそんな風に見えてしまいますね。それなりに書くものあると思うんだけどな。でもそうか、店の情報とかあまりこういうのに書けないか。じゃあその案内図に唯一文字があったそこ、公園、梅里駅西口公園。新車両登場。ん？新車両？新車両？一人、プレミアム一人、名古屋にて参加しました。
ないですよね。2007年、あ、6年前か。ああ、いい感じじゃないですか。5年っていうのはなかなかいいとこついてるじゃないですか、私。さすが私。スーパーおっかさん、ドラッグストア松本清志、梅里メディカルプラザ、うん、それなりになんかあ、今晩ほどでもないけどな、それなりになんていうかな、ラインあちこちのラインには墨入れが入っているので、この駅舎墨入れされているので、駅は立派だな。うん、じゃあさっきのまた太い方の道戻るか。バイボルは歴史の土地的にあれなんで、ん、あ、あれってなんか言えないようなとこなんですか。あ、実際駅だったのに。だったらウィキペディアとかにはまだ古い駅写真とか、あの旧駅舎の写真とか載ってるんですかね。今日は泊まるつもりです。メカフェかな。安上がりだしな。でもまあゆっくりできるかっていうとゆっくりできないんで、あのメカフェだと。普通にビジホイ泊まってもいいんですけどね。なんか5000円切ろうとすると難しい。バイゴって海外の通販サイトみたいだな。バイゴ。カプセルホテルで。カプセルホテル、あ、確かカプセルホテルはまだ泊まったことないです。公園ならただ。そうそう、フラットシートで。公園はな、今の時期さすがに寝袋一個だけでは。家の前ですか。テント持ってきてないです。冬は寒いからテントはしない。私は寒さ苦手なんです。2800円、そうですね。いや、旅館は多分今日のルート上あんまりないんじゃないですかね。スーパー銭湯はまあそれでもいいんですけどね。寝返るとあまり変わらないですかね、それだと。あ、やっぱり両方載ってますね。カプセルか、うん、寝カフェはまあ配信なんかすると思います。だいたいメカフェ無線 LAN が使えるし、まあ充電できてなんとか寝られればいいんですよ、どこであっても。明日は夢のカレー、目のカレーは遠いな。いや、どこもないのか。船橋からどこまで南下すりゃいいんだっけ。どこまでというか何キロぐらい南下すりゃいいのかな。よくできるさ。寝カフェのグラスカレー狙ってますか。グラスカレー、寝カフェ の無料朝食サービスとかですよね。一食分何かが食べられる。リンゴカバー。今何テント転倒ないと。そう、電源ないと私はダメな人です。救援車見てみたかったですね。まあでも本当にこういう自転車旅行の観光的な意味だけであって、地元の人の利便性的にはどうかな。あんま変わらんか、駅舎が新しくなったとしても。逆に大体ああいうのって、あの駅舎がでかくなると移動距離が、歩く距離が増えるから、昔の方が便利だったりもしますよね。あ、好きだった梅里。ちょっと溝が邪魔なんですけど。そう、電気がないと。船橋ヘルスセンターってあるの？船橋ヘルスセンター。あ、あれ大塩かな。あるのと言われましても、その名前を知らないです、私は。ちょっとマジっすか。この辺り脇道があんまないな。大塩じゃなかった、王道だった。歩道との間狭いですね。狭いですね、これ。電気結構走ってますよね。今日は土曜日だ。一人がコミュニティに参加しました。事故ったこと、あの自爆というか、
居眠りして転んで頭を打ったことはあります。その時は本当に記憶が飛んだ。そう、ヘルメット割れたこともあります。ヘルメットなかったら本当に少なくとも後遺症は出てたろうっていうぐらいの転倒したことがあります。柏は18時ぐらいにつけると嬉しいな。でも距離的に見て多分つかないだろうな。うわ、狭っ。ちょっと歩道に行きますね。これはちょっと厳しすぎる。歩道に自転車 OK って書いてないけど、ゆっくり行きますんで。さすがにここまで来れば、あの車道が危険な場合に自己判断で歩道に入るというのは許されるレベルでしょう。思い切り白線のその外側っていうのかな、車道側に入らないとまともに走れない路面だし、あとはもう車に迷惑かかるっていうのもやっぱりどうしても考えなきゃいけないですからね。眠り運転しましたよ。私は眠気にいかに弱いかっていうのをその時意識しました。普通の人よりも私はだいぶ眠気に弱い。どう走行、あの自己判断でっていうあの曖昧なルールがあるんですけどね、車道が危険だったらあの歩道に 入ってもいいという、あの拡大解釈すればどこまでも OK なんですけど、それだとペダルに、ペダル歩道すら狭い。歩道も狭いですね、人も歩いてくるのに。理科大将、お、そういう、いや車のこともあまり考えてないような。木の上の醤油、これもなんかローカルな醤油メーカーなんですかね。ていうかキッコーマンの近くで よくやっていけるような。縁石の上20センチが安全かも。縁石の上ですか、あれですか。これは脇道でまっすぐ行けるとかないですよね。いや、犬村配信やる遥か昔です。配信やるよりも、ん、何したのって。もっと国土広くなりませんか。国土言葉を探っても探る今のうち、車道走るなら今のうち。エモキの山、できた。ああ、ダメだ、車来始めた。こっちは。いや、まだあんま来てないな。あ、今手挙げなくてもよかったか、信号機青だったんだから。何と戦ってるんですか？何と、なんだろう。階段の交通行政とかと。ヘルメット割れたのも配信よりもだいぶ前です。割れたのは相模川沿いで、あれ本当に危なかった。野田線は実は乗ったことないですね。そういや、前一遍大宮から春日部まで走った時にも中には乗ってない。自転車で近く走ったことあるだけです。今回もそうです。やっぱり自転車税取って整備してもらった方がいいね。自転車税反発起きそうですね。それだと間もなく運河駅、あ、今通過したところ。ヘルメットみたいで利根運河、相手はこの先か。ハイヤスで先ですね。のどかな道が今日あまりないですね。野田線上柏で分かれるかな。お、この辺は運河も多いからね。
こう運河っていうのはこれあれ7両かな6両かな。で東側が女性専用車両みたいですね。あのピンク色のシールが貼ってある。みんな車両同じですね。今日一遍もあれ以外のタイプ見てないな。どうですか。とりあえず運河駅見るか。建物が理科大。あ、向こうですか。あ、東京理科大って書いてありますね。東京理科大学で、この辺りあれか、大学、学生向けの店とかも結構あるのかな。ランチ、ブリチョンやってますね、寿司屋さんとか。寄せ鍋が780円、安い。店は少ないです。あ、そうなんですか。こういうとこって学生向けの、量が多い感じの定食屋さんとか結構あったりするもんじゃないですかね。あ、ここだ、運河駅。本当は運河駅だ。ここにも東京地からなんですね。わら。よっ。地下大は学部なんだろ。地から飯。最近学生さんですかって聞かれないのでちょっと寂しいロボさんでいいから。東京なの？どうだしょぼいだろ。ここは今千葉県です。あ、意外となんか駅舎自体は。もあるよ。いい感じで残ってますね。地から飯は美味しいの？大学生。地から飯私食ったことないですよ。庶民の食べ物でしょう。庶民の食べ物でしょってこれ何のネタだったかな。ん、何ネタ。あ、思い出した、誰かが言ってたんだ。あのリアル知り合いがカレーって庶民の食べ物なんでしょうとか言って食ったことないとかいう人がいたとかいう話を私はあの何ホップで聞いてんだろう。あれ知り合いの知り合いの知り合いの話かもしれないという話を前聞いた覚えが。こういう駅舎が駅舎、うん、じゃあ俺らは知り合いなので。リアル知り合いがその知り合いにそういう人がいたと言っていたので、何ホップして私に届いた情報かわからないです。さすがに私は自分のカードが学生割引聞くとは思っていない。そこまで思い上がっておりません。てか最近白が増えてきました。力飯さっきもありましたね。そうそう、最近鼻毛にも白髪が1本発見されました。やばい。食堂、うん、カップラーメン本当にそうなんだ。ご飯が実際その空気悪いところにいてそこまで鼻毛が生えるもんですかね。そんなに。そう、白髪最近急に増えました。頭の細部の方の白髪が増えますね。人によるのかな。お、交番か。中国人坊坊ちゃん、友人は尼崎で鼻毛が剛毛になったって言ってました。こう、もう大学院生で、ああ大学の時にもなんか白髪かなり多い人いたな。何が入ってきた。もう人生の終盤なのか。終盤までは行ってないかな。まだ少なくとも3分の1はあるでしょう。60歳で死ぬとしたって。マジでなんか車を覗き込んでました。何のために覗き込んでたのかは知らないですが。狭い。本当狭いな。白髪染めはまだ考えてないですね。それもなんかあの格好付けの範疇に入るんで、私の頭の中だと。あ、すいません。いや、車道走ってるようなもんですけどね。狭いな。めっちゃ狭いですね。家通過。軸いたっけ今。
道路行政何も考えないで道作ったな。あ、そこ道路行政って言い方がこういうのは。そうそう、道路行政安泰性歩道というべきなのか。歩道、そうですよね。見た？え、見た。これ国道？今これは何て書いてあるかな。流れ山街道って書いてある。流山街道、流れ山街道。ロボさんは白があるんですか？白がバリバリあります。今全部何問ぐらいあるかな。流山です。あ、流山ですね。流山街道ってところです。ここは流山と流山流れ山って普通に地名なんですかね。プロ人間から知らないます。プロ人間。流れ物、流れ山ってなんかかっこいい。流れ山。てか、なんでその流れ山のコメント多いんですか。流れ山。つくばエクスプレス、この近く駅あるのか。流れ山街道。ここから左に行きます。で、赤い。左折とは言って、流山って米しないと。流山地獄谷、山が流れたら怖いぞ。流山山が流れるって言うと、前戸塚村の近くでものすごい地滑りの跡があって、その時の様子が動画に残ってたんですけど、まさに山が流れてました。なんか生えてる木ごと地面が滑っていくんですよね。大丈夫、私が取り合ってなければ大丈夫。流山東そんなんなんですか。ペンキ塗りたて、本当に塗りたてか。これペンキ塗りたてって書いてしまったら、これいつまでも流山までだよ塗りたて。水路。あ、そういや、あそこ運河っていうのは、なんとの間の運河なんですかね。よく調べてなかった。地図見てなかった。柏の根壁に泊まるんですね。柏の辺りかなと思ってますけどね。ペンギン脱ぎたて。ペンギン？もうみんな流れ山言い過ぎ。わら。流れ山、爆発です。お、いらっしゃいませ。流山コメントによって、コメントのアクティブ数が増える。今日は柏あたりのネカフェかビジホカに泊まろうかと思ってます。まあ、着いてから、パソコン使って調べてから、宿を取ろうと思いますけどね。取るというか決めようと思ってます。いらっしゃいませ。初見さん、いらっしゃいませ。いや、テント持ってきてないです。夕食配信は多分やらないかな。食事配信はキャパ取ったりいろいろめんどくさくて、で食ってる間もなんか常にコメント気にしてなきゃいけないんで、私は美味しいものを食べるときは目つぶるぐらい集中して食いたい人間なので。視覚情報すら遮断するぐらいの日が。そうなんですよね。もう17時半でまだ、日が差して流れ山。そこまで降るとちょっと面白いな。美味しいもの。まあ、何でも、井の頭さん。歌詞にするのはどうなんだろう、井の頭。柏の根壁だと、柏駅前にありますよ。駅前に確か4、5軒あったんですよ。昨日夜ネットで調べたら。その中で私が関心を持っているのはアプレシオ。でも多分あれ1年以上過ぎてるから、更新料300円プラス12時間パックで2000円弱だったかな。長期間泊まれないんだっけ。長期間、ああ、今週何回行きましたか。松屋に行った回数は、いや、そんな多くないですね。あ、そう、最近ちょっとあれ、食事制限少しだけしてるんですよ。大した制限じゃないんですけど夜おかしくはない。あと夕食をおにぎり2個で済ますとか、おにぎり2個プラス味噌汁で、そしたらちょっと減りました。今63、4キロかな。牛丼チェーン
流れ石、流れ石。牛丼チェーンだと多いっていうのは私が行くとこって意味かな。味で言うと私は松屋が好きか、好きな方かな。腹減ったらなんでごまかしてるの？腹減ったら、ああ、コーヒー飲んでます。ブラックコーヒー。ライス抜きダイエットは体重すぐ減りますよ。ライス、ああ、あまり良くないのかな。でもライス抜かずに私はおにぎり2個だからライスのみですね。ライスのみダイエットですね。コーヒー飲みながら、飲みながらネットしたり動画編集したりゲームしたり。それか16号線に快活クラブもありますよ。あ、快活クラブ、あ、名前がすごく健康雑誌っぽい名前のあれですね。快活クラブは確か会員証持ってたかな。スルメ、あ、スルメはあれはそれなりにコレステロールがあったような。今日は50キロぐらい走りたいところですけど。私はコーヒーに牛乳入れます。あ、牛乳。そうですね、コーヒーはミルクがないとって人も結構いますね。そうや、この間送別会やった兄さんもミルクが必要な人だったじゃなかったかな。で、なんてちょっとまたコメント逃しました。そろそろ風が冷たくなってきました。今おばちゃんなんかありましたっけ。おばちゃん絡みで。僕は牛乳にコーヒー入れます。こんにちは。牛乳にコーヒー。まれ。こっちは。ご飯 100g で165g。あれ、あ、そうだ。今日イベントコメントほとんどなかったな。イベント自体がないからな。あ、泊まってたのか。今日はどこに泊まるのですか。今日は柏あたり。わかめがおすすめ。柏。ちょっと待てよ。この間間違えたのがなんだっけ。鹿島レイソルじゃなくて鹿島アントラーズだったから柏はレイソルでいいんですよね。柏はレイソルですよね。というわけで江戸川台駅ってところに来ました。駅も着きました。あっと、滑った。何キロ痩せたいですか。何キロ、ああ、私は60キロ切るぐらいまでで安定したいですね。前それで安定してたんですよ。最近急に 4,5 キロ太って。最近でもないか、もう1年ぐらい経つかな。イベント、イベント起こそうとして起こすと大体そういう演出は私苦手なんで。柏は必ず返す。ペンキ塗りたてし、小さいですね。しかしここ道の集中具合がすごいな。新しめの、そうですね。ここは今江戸川台駅で、道がなんかここの駅にあちこちから放射状に集中しているように見えますね。デコしようかな。デコ。わらわら。デコは特に禁止も何もないので、ただ何ももてなせませんが。風は強くないのかなこの辺。あ、そうだ。さっきの雨が残ってればな。あ、そうだ。サプリメント。ちょっと待った。さっきアベニューさんで買ってきたクッキー食っとこ。ビスケットか。コミュ障、あ、コミュ障ってやつですね。コミュ障っていう人はそのコミュ障っていう言葉使いすぎてませんか。とりあえずコミュ障って言っとけば相手を罵倒していい気分とか思ってませんか。うん、録画してます。あ、そうだ、止まってるかもしれない。叩かれますよっていうのもまた同じ車両だな。GoPro はまだ動いてる。最終的に給電外した上で残りバッテリーがちゃんとフルになってるかどうか。 GoPro の何画質。あ、そうだ。 GoPro 2で撮られてるんですか。今日は3です。沖縄旅行の時は安定感を求めて2使ったんですけどね。コミュ明石、明石、あれ、あったあった。ミニビス30円。流れ山市が暑くなるなよ勝彦。野田線は同じ車両じゃないよね。ところで嫁は見つかりましたか。嫁って何の。ん、そうそう、かわいそうと
今沖縄の動画見てるところです。あ、沖縄ありがとうございます。で、あえて何も持っていきません。甘い甘い。このビスケットの味なんか似てるな。なんだっけこのビスケットの味。何チョコ？ビスケット？ミニビスっていう名前の商品です。うん、美味しいです。このビスケットの風味はどっかで食ったことある。何なのか分かりません。ブラックサンダーかと思った。ブラックサンダー、まあでもその系統なのかな。太る。沖縄の動画？いや、何それ卑猥なやつ。沖縄の動画なんで卑猥なんだ。沖縄の動画って文字ですから。どうして卑猥に。この辺は食べ物の名物とかないのかな。食べ物、そうですよね。ガリガリ君差し入れだろ。ひくガリガリやめてくれ。ビスケットの日であるんですよ。ビスケットの日、語呂合わせじゃないとしたら。悲しいくらい綺麗やね。またあんたか。ビスコウエハース。いや、ビスコ系でもなくて、なんかちょっと外国っぽい風味のする感じのビスケット風味。残念ながら、あまり伝統的な食べ物はこの辺はないのです。あ、ないですか。でも情報ありがとうございます。ビーフジャーキー。ビーフジャーキー、牛っすか。ビスケットは日本にもう160年あるんですよ。柏餅って柏と違いうんかな、わらわら。柏餅はあれは、うん、あれ上新粉でしたっけ。柏餅は日が長くなってきたな。日が17時をまだ日が差してますね。食べたのでキノコの山ブス、タケノコのサトロンギが起こりいかや、うん、ロンギがなんでだ。大砲のライバル柏戸。大砲のライバル柏戸。相撲の話ですか。相撲だよ。相撲フォント。チョコはキノコの方が要応援だぜ。うわ、キノコの、あうん、確かにそうかもしれない。頭の中で今のキノコとタケノコの分解図を考えてみたんですけど、確かにキノコの傘の部分大きいから。最近はミスター伊藤のチョコチップクッキー一択です。ああ、ミスター伊藤。何もないです。東海大大相撲延長つ。東海大大相撲。東海大珍しくロボさんが吠えられなかった。あれ、今犬いましたっけ。私今視界の中に入ったかもしれないけど見てなかった。私そんなにいつもやってないじゃないですか。そんな私のせいにするみたいなって、まあそうは言ってないんだろうけど。今日はあんまり寒くないです。でもそろそろ寒くなってきました。今日はずっと指出しグローブだったんですけどね。日が落ちたらさすがに指割りグローブじゃないと厳しいかな。本当に今日はなんか運動するだけだな、こりゃ。今はまだ大丈夫です、指は。あ、若干寒いかな、でも。これはこっち側にそれれば OK か。無職ニート、無職ニート。あの、高橋さんは、あの人はそういうことは言わないはずなんで、あなたが多分何かを画策してますね。いや、船橋まで多分つかないです。うん、船橋は明日午前中にでも着いて、あとはどっか近く走れたらなと思ってますが。ブルボンのチョコダイジェスティブビスケットが安くて好きだ。チョコダイジェブビスケット。新しい道通ればいいのに。ん？新しい道あるんですか？ワン聞こえた。でも今こっち車いないから。船橋で一泊ですか？一応今のとこ OK。この辺は風強くないのね。風は今の追い風なんですよ。今日は北西絡みの北西風味な風なんで。風味のどかなところですな。
マジで高木はカメラ設定悩んでるよ。悩んでる。あ、どこに設置するかとかの話かな。いやでも私に助力を求めたら絶対しないはずっていうか、あのあそこはリスナーさんが他の生主と絶対絡まないようにっていうふうに脅し続けてるような、まあ、本人もそういうつもりないんでしょうけど、あまり良くないな。なんでもないっす。なんでもないですから。別の配信者さんの話です。そう、細川たかし、演歌歌手だっけ。たかしご飯できたわよ。なんだ細川か。そういう会話聞きたくない。聞きたくない、すいません。もう5時ですな。たかし、神社周りのチャリ配信者。そうそう、私もなんかあまり反応しない方がいいんですよね。そしてすぐに消えるジェリーフィッシュさんです。ちょっと道が、札幌は暴風雪で視界50メートルです。札幌ですか。深夜に様子で動画上げすぎです。ありがとうございます。深夜にあれ、上げっぱなしでずっと一日中やってなきゃダメなんですよ。2時間の動画アップに3、4時間以上かかるかな。なんかたまに止まってしまうこともあって、エンコードも実時間の3倍以上かかります。3倍ぐらいかな。最近なんか急に5倍かかるようになってておかしかったんですけどね。2時間動画のエンコードに10時間かかる。しかも負荷が高い H264 とかじゃなくて MPEG-2 でやってるのに。でいろいろいじってたらなぜかまた戻ったり戻った。あ、おじさんの運転校の近くですね。前トライアスリーやってたって人。何を3倍以上3倍くらい、なんだっけ。ああ、今のエンコード時間の話か。朝から走ってるの？いや、昼、今日2時半から放送スタートしてます。5時になります。駅出たのは2時過ぎぐらいなんですけどね。これなんかさっきどっかで見た駅に似てるな。あれ何駅だったっけ。運河駅か。運河駅結構似てますね。で、ちょっとこれどこ走ってんだ私は。駅の間の距離は近い方ですか。駅の、さっきの駅から近かったですね。暑いし、この駅前そこそこなんかファーストフードもあるし。また醤油ある、わらわら。また、あ、本当だ。初石かな。初石駅ですね。で、夕方の曲が流れてます。私のこの私の頭の中とこの曲は週末の曲なんですよ。過去の放送で何度も言ってますけど、星新一だったか筒井康隆だったかの人類が滅びた後にレクイエム的な曲が流れる装置が作動してそれでおしまいっていう、なんかそういうシーンがやたらたまに残ってて。初石って珍しい名前だな。初めて上京席来てた時思い出した。上京席そっちか。初石は確か未定の打線だわ。ドボルザーク七光台、そうそう、七光の日ばっかりいましたよ。七光台、すいません、嘘です。あ、これ新世界の音楽が流れてます。わら、駅界の。私の家はかなり離れてます。電車で2時間ぐらいのところです。私は横浜住まいです。横浜の外れって言っておいたらいいのかな。横浜っていうとなんかそんな横浜の中心に住んでもいないくせに横浜嫌がってっていう風に感じる人がいるらしいんで。ん？何のアニメって。さて、中山って横浜なのか、うん、浜っ子。中山横浜ですよ。横浜市ですよ。レクイエムの曲だよ。レクイエムのあれの曲ですかね。そうかな。アニメはどう？横浜ロボ、緑区だよね。次は流れ山大高の森ですか。流れ山大高の森ってのは、それは TX の方じゃなかったですかね。ロボさんは小料理屋とか行って酒飲みますか。酒飲みませんね。横浜は酒飲めないから小料理屋にいたところは入ったことがないんですよ。自転車が寝かせてある。ロボさんの小料理だったら横浜行っても大丈夫。
しょ。神奈川っていいなよ。いきなりほっぺた砂で叩かれた。青葉区いつも行ってるよ。青葉区近いですね。他もそうですよね。流山市初石公民館ってことはこれ初石町かなんかだったんですかね。この辺りは大阪市も一つの府みたいなもの。新世界は大阪市。ああ、大阪の私は地理が全然分かってないですね。柏までもう少しや頑張れ。あ、もう柏着きます。横浜から自転車で20キロぐらいですね多分。おそらくその言い方だと。あ、野田の醤油工場は目の前通過しただけなんですけどね。あの、にびしじゃない、キッコーマン、トレードマークのタンクがありました。大阪のあたり。キッコーマン。私の頭の中だと、にびしの方がでかいんですよ、イメージが。キッコーマンよりも。にびし醤油工場が近くにありましたので。で、渋く。私も下戸でございます。覚えて、なんかそれはまた随分と単純化した言い方じゃないですか。高崎で騙された。自転車をもらって電車で来たんだよ。そうそう、輪行で。あ、そうか、家からここまで走ってきたと思われてるのかな。結構結構今日は英語のマンじゃないんだけど、そういうイメージありますよね。たそれまで和行してきました、輪行してきました。いいかな、和行が普通に頭の中で当たり前の海になりつつある。うん、不可能じゃないですね。どちらかというと知り合いにはそういうことやる人の方が多い。大鷹は生息しているのかな。大鷹の森っていうところですかね。どこで宿泊ですか。大鷹柏のあたりでネカフェかなと思ってます。一応駅の観光案内でホテル一覧でもももらってみるかな。4000円台でもしあればちょっと考えますね。本気で無理。いや無理じゃないけど。夜通し走ったことは、自転車で夜通しは確かないですね。確か。大阪は奥多摩にいます。うん、奥多摩に。ロボさんは夜を通し走ったことはなかったかな。遅くまで走ったことありますけどね。自転車の分解は100回どころじゃないです。1000回は行ってないけど数百回ですね。あ、久しぶりに放送してます。どうしたどうした。家の中に入れてもらえないっぽいですね、あの犬。こんにちは、ロボさんの放送を見て自転車旅行を始めました。あ、初めありがとうございます。それは私の思う壺ですから、シンクポットですから。1日に最大何キロ走ったことありますか。最大200キロちょいぐらいですね。何あれ、結構昔に。野田橋渡って行ったんだ。ワンワンを、おわ、締め出された犬へ。ワンワンを。あれ、あれ駅かな。でかいですね。あ、TX の駅があれか。あ、流山駅ってのあれか。TX の交差点、あの、乗り換え駅なんだ。これは前来た。どうだったかな。いつも犬に人気ですね。人気ですね。大塚シンクポット、わらわら。シンクポット、すいません、適当言いました。デタラメでございます。数年前の北海道配信から米は入りました。あ、数年前ありがとうございます。あれ ?4 年前か、3年前か。ロボさんの2009年だから4年前ですかね。3年半前。流山で近藤勇がクビチョンパ。自分もロボさんの営業で自転車始めましたよ。前 TX 走った時に来た駅だったかな。シンクポットここまで近づいても。シンクポットすいません。申し訳ない。お恥ずかしい。まだ発展途上の駅って感じですか。発展途上ですね。変わった道だな。駅の周りなんかまだよくわからん、どうなってるか。来たことないかな、この駅は。いい駅。野田線が、野田線がこっち側のこれなんですよね、多分。初見です。あ、初見さんいらっしゃいませ。私は北海道から見てます。私は自転車旅行を人に。お尻どっちが辛いですか。前の自転車の2人が不審に思ってる。思うがままが新規のマザー。この上を行く前エキスプレスの駅です。野田線と高崎の駅で、野田線の駅はよく見えないですね。北海道走り楽
7年ぶりくらいけど、あまり開発が進んでないな。あ、7年ぶり。乗り換えにか。この辺りは頻繁に道路切り替えてるので、地元民でもあれ。あ、そう、なるほど。野田線の車両が今、入線したからまだ出てくる時間かかりますね。地下鉄の駅沿線もできた時はこんな感じだった。地下鉄の流山大高の森駅。うん、大宮駅だ。あ、止まらない。あれ、うん、下に今車両見えてます。大宮駅の列車。また同じ電車か。わら。同じですね、多分。正面からしか見えてないけど。東京、ああそうですね、秋葉原には直通で行けますからね。鳥じゃあその中抜けていくか。鳥鉄、鳥、あ、今いましたか、撮ってる人。秋葉まですぐ行ける。わら。そう、秋葉が近い。あと秋葉っていうと秋葉街道っていう長野県の方の秋葉原、秋葉で略すのは当たり前なんですかね。普通かな。秋葉が人工的にも近い。秋葉街道進行特殊風の影響で三里あたり旅行運転してました。三里あたりって何ですか、この広さは。西向こうは埼玉県吉川市です。西向こう、こっちは新しい。おお。これは野田線の駅舎っていうのはどこなんですかね。寒そう。今も日が陰えちゃってますね。豊敷駅、大高の森 SC ショッピングセンターか。なんでショッピングセンターって書かないんだ。開発されてますね。野田線の方の駅がどこから入るかよく分かりませんね。土地の無駄遣い。無駄遣い。森はどっか近くにあるじゃないですかね。またイオンか何かか。イオンか何かか。出発は何時ですか。出発、あ、今日ですか。ここ2時半、2時ぐらいの出発でした。列車はですね、トータル1時間近く遅れたかな。乗ってる時間3時間ぐらい乗ってたような気がする。本来2時間で着くはずなんですけどね。どこだっけ、北千住じゃなくて、上野駅での乗り換えで常磐線がえらい遅れてて、あ、何がいるって。人身事故？いや、今日は強風で橋渡るところがなかなか JR は用心して、交番が近いからスケーターが排除される。列車交互通行みたいなことやったりするんで、やたら遅れるんですよね。プラス寝坊、プラス2個2個ポイント購入手間取りが全部重なって2時半スタートでした。今日の放送はランダバウ。ポタジーと呼んでいいですか。あ、私のことですか。ポタジー、まあ呼んでもいいけど。アマルベ、あれは強風なんでしたっけ。アマルベでもあそこ良かったですね。今の時代でも、今でも味のあるとこでした。あ、もうそろそろ完全に日が当たらなくなってきた。家建ててるんか。いえ、あ、この辺りですかね。さて、そろそろグローブ。どこの、何を使ってますか。なんか袋って聞こえたから寝袋かな。寝袋だったらモーベルの。風があるんで空気が冷えてくるとかなり寒いですね。自転車ないで、ちょっとグローブ変える。あ、本当だ。公衆電話あるだけでネタになるのか、今は。さっきは2台あったとこもありましたね。今日は泊まりあるんですか。うん、今日泊まるつもりです。寒くなってきたの。せっかく土日なんで、うん、寒くなってきました、だいぶ。船橋ってザウスあったよな。ロボさん、船橋でしたっけ、ザウスあったの。今は、ポータブル Wi-Fi っていうやつで、フォーマの3次回線です。まあまだ本当に寒いってほどでもないんですけどね。直流だと影響するそうです。ありましたね、人工スキー場ザウス。ザウス。3次、わら、フォーマなのか、テント張りますか。
テントは今日張らないんです。あれ 3G って読むんですか、あれ。今日は柏のあたりだと、まあ泊まる場所寝カフェは、ま、間違いなくありそうなんで、とりあえず柏目指してます。船橋までたどり着かない。マックスコーヒーか。あ、イケアになってるんですか、そこは。ラウスの後はラーメンですか。いらっしゃいます。なぜラーメン。まあラーメンでもいいですけれども。あーとっとっと、ラウスはドバイに移転したらしいですよ。ドバイですか。明日とりあえず船橋まで走り終わった後に、あの辺りの近くの湖ありますよね、いくつか。そっちの方行ってもいいかなと思ってます。あ、3G で、ありがとうございます。柏はもう近いですかね。あと何駅。花粉症大丈夫。豊敷駅が、あ、私は花粉症大丈夫です。 あと2駅か。じゃあさ、あと5キロぐらいですね。自転車を分解、積み立て配信お願いします。それ体冷えるからあんまり良くないです。体が温まる方がいい。豊敷寄って柏。豊敷っていうのは2文字じゃなくて3文字なんですね。豊敷、豊敷と木。 PM2.5 は大丈夫。 PM2.5? PM2.5 は何だろう。2駅ですね。手賀沼のことか。あ、手賀沼、そうか、そうですね、そうですね、手賀沼のあたり。なんか船橋まで行けるかな、もしかしたら。残り距離ちょっと、柏まで着いたら残り距離を調べてみますかね。ナビは iPhone ですか。ナビはあのイートレックス30っていうガーミンの GPS です。自転車乗りだとあのケイデンスとかも測れる、なんだっけガーミンのフォアトレックスじゃなくてエッジとかが有名なんですけどね。私あの地図がそれなりに見られて、あと電池のおもちゃがむちゃくちゃいいやつを使ってます。単三電池エネループ2本で12時間とかそんぐらい持ちます。前使ってたオレゴンってやつは8時間とか10時間ぐらいだったんで途中で切れたんですけど。手軽も汚いんでしたっけ。道路狭いですね。エネループ消滅のお知らせ。あ、なんかエネループ問題になってるみたいですね。あれは中身が違う、変わってしまうんですかね。エネループのブランド名だかなんだかだけ持っていって、私はもう今十分家にエネループありますけどね。こちらの方が近いんでしたっけ。エネループの、あ、デザインだけエネループってことですか。それは反発くらいそうだな。中身は全然別物ってことですよね。今は綺麗になってきてるはず。パナソニックのロゴがでかくて小さくエネループって書いてあるっていいかよ。その辺はそういう道ばかり。うん、なかなかに厳しい。あ、もうこちら行こう。線路近い方に行こう。今厳密に言うと左折できなかったですね、車道信号で言うと。いや、問題あります。で、今の信号の話ですよね。大問題です。お一人ですか。まあ、今日一人です。お、いらっしゃいませ。今日は風強いけど、あの追い風方向に走ってるんで大丈夫です。たまに迂回するときとかに北に向かうとえらい風ですよ。日が、いらっしゃいませ。日没何だろう今日。17時35分。あと20分ぐらいで日が暮れますね。印旛沼か。そっちの方でもいいですかね。まあ、泊まる場所で考えますかね。地震ですか。日没もわかるの？ガーミン。そう、ガーミン日没わかります。結構便利ですよ。風の向きも調べてポタってる。私みたいに取り目サイクリストにとっては
風の向きは今日は一応あの意識はしてました。まあルートはどっちにしろ春日部スタートのつもりだったんですけどね、風強いけど今日の向きだったら大丈夫だろうと思って。それにしてはさっきから、うん、老婆の声が老婆のおっきからく地震どこタイヤのことだけど27インチ2センチメートルですか、うん、27インチ2センチメートル、2センチメートルというと20な、700cc の20って、かける20ってことですよね。私は32ミリの幅です、タイヤ幅。ロードとかに比べるとかなり太い方、マウンテンバイクから見るとかなり細い。ん、風が32ミリか、そう32ミリ。私はこれでも細く、少し細く感じるんですけどね。ママチャリと同じ幅ってこと？ママチャリは32とかでしたっけ。確か40っていう幅のやつもありますよね、この手の 700cc のやつ。私は最初40ミリ考えてたんですけど、なんか全然そのタイヤ流通してないみたいなんで。電柱ママチャリは15ミリじゃね。ママチャリ15ミリ細いですね。15ミリだとロードよりも細いんじゃないかな。ライトはオーライトっていうメーカーのやつです。LED がむちゃくちゃ進化、 LED ライトがむちゃくちゃ進化し始めて結構こなれてきた頃の製品かな。これ25ミリにしても結構細いですね。で豊洲駅もこれはなんか6年前に改装したっぽい感じのところですね。うん、ああでも駅の本表側向こうにあるのかな。うん、交番向こうにあるっぽい。ジャイアントは持ってないです。私もこれビアンキで8万円です。ポロリ。豊洲駅、裏側ですね。まあ反対側に出ることもないかな。とりあえず柏に向かいますか。逆だ。まあこっち側は店もあんまないですね。指導学院。倉庫株式会社。タイヤ細い。タイヤ。マウンテンからすると細い。喉の調子悪いのですか？喉、ちょっとあの咳というか絡んできましたね、タンが。見せないね。いや、おう。違う店全然ないですね。ライトはまあ今の最近のライトよりはちょっと暗いかな。にしても昔に比べたらものすごく明るさですよ。LED ライト。カシワのイントネーション、あれか、カシワ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 、松戸に近いカシワに住んでます。タイヤのバルブはアメリカ式ですか？松戸はフレンチバルブです。松戸は、左下方向でしたっけ？地図で言うと。つまり南西方向。今日はもうある程度暗くなっても走ろうと思ってましたが、なんか明るいうちにカシワに着きそうですね。あ、そうそう、カシワ。柏餅は食べたりしますか？あのイントネーションの訂正をお願いします。線路沿いに道がある。柏、柏、私はあの鶏肉みたいな発音で柏って呼んでますけど。江ノ島、春日、江ノ島、柏は時計、春日こんにちは。こんにちは。柏飯は美味しい。イントネーションは全部平坦ですかね。柏、柏、柏、柏で柏。そう、お雑煮入れますね、お雑煮に。博多雑煮。柏、車ド M 職人っていうのは何の文字列？柏餅うまい。棒読みの柏で OK。 あ、棒読みの柏で OK。 GoPro ちょっと後で確認します。今、ちょっと手が離せない道路状況なんで。霊波の光ってさっきやりましたよ。あの宗教法人かなんかですよね。うん。柏、ポタリングはですね、ポターってのが俺を作って意味で、自転車で散歩することをポタリングって呼んでます。自転車だけに本当に限定する話なのかどうかわかんないですけどね。柏と今日は風強いよね。風強いです。でも今日追い風だから大丈夫。あれはまたか。そう、ハリーポッターのポターですね。
ハリーポッターはその急ぐのハリーとうろつくのポッターの五感が反対側反対っていうところがなんかネタなんじゃないかなと思うんですけど、大宮公園って大宮ってあの野田線の反対側の端っこのことですか。うろつくみたいな、あの悪い意味では入ってないんですけど、あの福岡の方言で言うとそうつくって言うんですけどね、うろつくはそうつく。でコメントはあのヘルメットの横に貼り付けた100均スピーカーから直に流しているので、あなた方のコメントは周りに聞こえてます。鳥刺し、最近そういう話題あったっけ。くまモンは人気の理由がよくわかんない。あんだけ人気があるとどうやって、放送枠説明を参照するといろいろ書いてますので、口で説明するとあのなかなか全部言えないので、まあ一言で言うとあれかな、ノートパソコンでフォーマ回線で配信してるって言ったらいいのかな。ノート PC フォーマ回線ウェブカメラで、襟元にマイク、ヘルメットに小さいスピーカー。乗りましたか。でも今日はさすがに放送は割と安定してますね。トマトはほとんどなかった。プトプト、ランケーブル切れた。ランケーブルってロイヤリティゼロなんですか。クマモンは権利がないから売れてるらしい。それなかなかかっこいいっすね。かっこいいっすね。今日は何バラ。今日の俺は何バラでしょうか。お、GoPro まだついてるのが分かった。左手に iPhone、 右手に後ろガラスで、車の後ろガラスで。ロボさん好きなんだもん。ん、好きなんだもん、どれか。まあ、いいか。クマモンって何。クマモンはですね、黒いクマです。あの色からして多分月の悪魔ですよね。サンダンバル、侵食するものなのか。ハンドルはフラットバーです。私はあのフラットバーじゃないと背中痛くって、好き嫌いというよりは単に合うか合わないかだと思うんですけどね。目立つ。福岡のゆるキャラは知らないですね。何かあるのかな。ダサイフンとかいましたっけ。いるのかもしれない。船橋まで20キロ以内ぐらいだったら走ってしまうかな。でも船橋に泊まる場所があるかどうかまだ分かんないんですけどね。一つのものでハードオフ、ハードオフ。今あったっけ。豊式ドームスタジアム、これは野球場。公式軟式ソフト、好きよのクマ。バッティングセンター、少しお降りくださいって。今どこありますか。あ、柏ホール、柏手地が出てきた。ああ、やっぱ遠いですか。いや、距離はあまり調べずに、とりあえず柏着いたら調べようと思って。今もうすぐ柏駅、今日は今ここは働いてないらしいので、サーバー落ちてるらしいので。船橋の方がいろいろあるでしょ。見てただけじゃ場所わかんないですよね。船橋やっぱそうですよね。町としてはそっちの方が大きいですよね。この道怖い。いや、この道今怖くないです。怖くないよ、この道は。そろそろ寒くなってきました。いや、まだ狭くないな、これは。まだ大丈夫。あ、僕これですか。西船橋ってよく聞くな、駅で。あの
行き先の名前で。さっき復活したってコメントあったよ。柏で泊まりな。泊まりな。今のなはなんだ。印刷的な意味かな。あ、今ここ、あ、なるほど。自転車はビアンキの、ビアンキのクロスバイクです。カメレオンテ3。あ、使う。私は焼酎系はダメだな、匂いが苦手で。金さんの、あ、神楽街。過去に泊まった神楽街としては大宮あたりかな。うん、3時間。ああ、じゃあダメだ。じゃあ諦める。じゃあ柏はどっかで泊まる。私もそれよく分かんないな。船橋より柏の方が都会じゃね。本当だ、今ここ復活。まあでももうすぐ柏到着なんで。あと柏から先大きな泊まりそうな、泊まりそうなところがある駅ってありますかね。柏からもう少し進んでおけば、明日あの船橋着いてからの時間が少し余るから。豊敷団地、まあそれも着いてから調べてみるかな。西船橋は単なる乗り換え駅です。乗り換え駅、奈良市の台に来てください。奈良市の台。奈良市のってなんかあの東京湾沿いのとこじゃなかったっけ、違いましたっけ。お、磯野。なんとなく千葉方面で大きいのが来そうな気がする。ん、大きいのが。見事に逆走ですよ。自転車のサイズと身長教えて。自転車のサイズ大きめなんですよ。何だったっけ、数字忘れました。私は身長168か9かそんぐらいです。道の駅あるんだけど寒いんですよね。風が吹くと、ああ、見事。まあでも逆走してきてたら切りがなさそうですけどね。あ、いや、あの場所教えてもらいましょう。自分で調べられます。ネット接続があればもう何でも調べられますから。あ、喋りづらくなってきた。口周りが寒くなって、口周りの筋肉が。八甲田山遠いな。免許持ってない人は逆走の概念がない。免許、うん、本当に意識 してないって人もいるでしょうね。そのスカイキャンプ、マスクするとスカイマーモリですよね、確か。その自転車、フラットバーロードですか。いや、フラットバーロードじゃなくてクロスの範疇だと思います。あの、パーツがマウンテンバイクのやつなんで、マウンテンバイク寄りと言えるかもしれない。あの、サスペンション ついてないですけどね。私は今度 V ブレーキじゃないと、握力が、握力的に、あ、バイクで。まあ、柏に止まっとくかな。別に必死で進まなくてもいいんだし。糸トンボ号と比べるとどっちが乗りやすい？糸トンボ号、今のが糸トンボ号です。前のやつが島道場号です。島道場の写真、スライドショーの放送でみんなに見せて、どうです、かわいいでしょうって言ったら、あんまり同意もらえなかった。歩道、狭いな、この歩道は。うん、カーボンフォークです。だけど、あのコンポはマウンテンバイクで、あのギア比がむちゃくちゃ、軽いのよりです。なんで、東武野田線選んだ理由は、武蔵野線みたいに東京の周りを、その東京の方向に向かっていくんじゃなくて、あの東京と一緒の、あ、一緒の、なんだ、話が混じった。あの東京と一定距離を取りながら、あのサイド移動するみたいな路線だからです。鎌倉大仏が有名です
あるとおる場所に鎌ヶ谷大仏がありますよ。いかやく鎌ヶ谷、鎌ヶ谷、鎌ヶ谷って聞いたことあるな、確か。あ、そうそう、環状線ですね、そうそう。というつもりなんですけど、やっぱり思った通り市街地でしたね。大仏はがっかりするよ、笑。大仏。確か前に武蔵野線やりましたよね。うん、武蔵野線やりました。武蔵野線2日かけましたね。牛久大仏？牛久大仏は、こそあれ、あれこそなんか海沿いでしたよね。あれこそなんか自分のあの実家の父の口癖みたいな。ぐにゃぐにゃ。神経性。両腕で走りにくそう。お地蔵さん左右の大仏ね。お地蔵さんですか。じゃあ大仏じゃなくないですか。それで小仏じゃないですか。小仏じゃないですか。風が冷たくなってきた。水戸街道だな。あ、水戸街道。正面横切ってるのが6号線ですけど、これのことですかね。鎌ヶ谷。そもそも野田線沿いの駅なんですかね、あの鎌ヶ谷は。さんが行く先々で結界とか張ってたらオカルト。はい。5時半か、日が暮れましたね。まあ、これ止まっとくかな。今回はもう本当にただ、もう一声もいつかなくて、どっか走っときたいっていうのが一番の動機だったんで、別にそんな一生懸命走らなくてもいい。秋田新幹線だってさ。秋田新幹線。あ、そうだ、今日2時半スタートで今5時半だからまだ3時間しか経ってないのか。これだと GoPro の検証にならないな。まあ、バッテリーが一眠りでも減ってれば給電が追いついてないことが分かるんですけどね。ん？手袋？手袋？とりあえずは柏駅前に着いたら、うん、柏駅に着いたら一旦そこでも終わって、神経性線。まあとりあえず飯食って食いながら宿を探すかな。どこかファミレスにでも入って。この辺りも多分その柏名物とかはないんですよね。なのでまあ、秋田で雪のため秋田新幹線小町が脱線だって。関谷の日を見た。いつもあまりいい日には走ってない気はする。そう、いつもです。狭い沿線を選びましたね。狭い、なんだこの黄色いの。 GoPro さん何か設定新しくされたんですか。ん？ GoPro、 中島屋のレストラン街でうまいもの食べられる。怖いな、ここ。GoPro さんは夜も撮れますか。夜はやっぱ弱いですね。まともな映像とは言えないと思います。柏は、で、砂、痛い。倒れる。なんか急に風が。あ、今ホワイト餃子ありました。ホワイト餃子名物だったら食ってみようかな。餃子好きだし。あ、びっくりした。今なんかものすごい風が荒れ狂って、砂がバチバチ当たるし、車道に膨らんでしまうし。ロボさんの昔の振り返り配信なんかもたまにしてほしい。昔のか、あ、前なんかケチがついてやらなくなったやつですね。もうどれをやってた、どれやってどれやってなかったか覚えてないんですよ。電波の入りがおかしくなってきた。柏駅の周辺なんで人多いからか。うん、なんかラーメン多かったですね、今。柏の名物は毒。これか、駅。でかいな、この駅。白日の下にさらされてるな。白日。風やべえ、わら。よし。一応正面に出るか、駅の。危ない。あ、ラグも出てきてるのか。柏といえば餅でしょう。ゆっくり。柏飯とかですかね。おお、千葉みたい。日本は種か。柏神宮、鹿島神宮。
まれ？風が。あ、柏神社、なるほど。ありがとうございます。柏神社の方。これ駐輪禁止なんないけど、なんでこんなにスペースってあるんだ。木に。あれこれ、こっちは駅じゃないのか、あっちか。ホワイト餃子は東口。行ってない旅の振り返り配信をわろた。読み上げ気味だ。ありましたね。読み上げのラグひどいですか。今ちょっと押して歩いてます。1回目の放送は覚えてるんですか。どこに行ったんですか。あ、1回目の放送は久里峠というところです。2009年4月末頃だったっけ、4月頭頃だったっけ。鉄道の駅、まあなんとなくそんな感じです。あまりこだわっておりません。リーザキッド、ステーキか、ステーキか、ステーキね。柏駅は日本初のペデストリアン駅。ペデス、あ、ここですか。野田線はスイッチバック式だよ。あ、スイッチバックここですね、柏駅で。あれ、どれが行くの。明日は海事市毛先寺などぜひ寄ってみてください。海事市、なんてなんて、飯よりヤド。まあさすがにヤドはもう今日は大丈夫でしょうね、階いっぱいあるし。どれが駅だろう。ちょっと待ってください、地図でどれが駅舎なのか確認しよう。止まりまくり。じゃあ最後に通常配信に戻して挨拶だけするかな。地図がネットワーク遅い。多分これは電波が悪いんじゃなくて回線が圧迫されてるっていうのかな。割り当てが悪くなってるんですよね。天井が軸ばかりの、そういうとこ苦手だな。船橋に住んでるんだけど、ホワイト餃子のお土産買ってきてくださいから。土産、いや、取ったい。昨日から鹿島新聞まで電車で行ったら大変だった。夕飯は何食べるの。夕飯ホワイト餃子っても食ってみようかな。線路を渡るには南口の方に自転車も渡れる陸橋がありますよ。南口、あ、こっちが今北口というか西口なんですね。でも高島屋のあるのは 駅のあるビルっぽいですね。駅のあるビル。もうホームは一緒なんですか。柏駅って大宮駅みたいな感じなのかな。大宮よりもなんか複雑ですね、駅の周りは。じゃあ最後にちょっと通常発信にしてから。もう終わり。うん、もうここで終わろうと思います。一旦 FM エリーオフして、エンコーダーの利用をやめて、これでいったか。あれ、流れてない。再接続GoPro は全然これじゃ分かんないな。ホワイト発祥は野田市だよ。あ、そうか、これで今オフになったか。これとこれで野田市か。これでどうだ。うわ、全然いってない。都会は嫌ずら、地元がミニアされて。あ、始めた、始め。でも弱いな。これ回線いっぺん切断しないとダメなんだな。まあいいや。じゃあちょっと駅前らしい方向に行ってから終わります。
これ回線の状態ですね。今回線の割り当て状態が悪い、おそらく。最後コメントで返すか。運営コメントで。結局なんか駅目が見えなかったな。しまった。そうや、全然ライトつけてなかった。なんだこの音。笑。音？今歩いてました。ゴキゴキ。はあ、どれがいいか全然わからん。もういいや。じゃあここで終わります。何の音ですか、ロボ。何の音が入ったんですかね今。ゼンマイ、ロボさんのモーター。流れてる。何の音、わらわら。あ、何の列車だあれ。丸窓。モーターが止まりそうだ。ロボさんのお顔を笑。今流れてるはずですので、ロボさんの電子でないか笑。ちょっとホラーっぽい。ホラーっぽい、なんだろう。ウィンウィン。どう願います。自動と願います。あ、音声はこれ USB の方から来てないからだ。大ゼミの通りか。こうだな。これでいいですかね。生垣が見えます。あれ、また悪くなってきた。いやらしい音。音は今のあのパソコン本体のマイクになっちゃってましたね。失礼しました。あそこビッグカメラありますね。なので、今日は柏駅まで来たので、ここでもう終わろうと思います。更新したらすっきり。音も入力間違ってたんで切り替えました。あ、また違う列車が来た。まあ本体のファンの音ですね。じゃあ今日ここで終わりますので、この後飯食いながら泊まる場所などを考えようと思います。本日はこれで終わりなんです。宿配信も泊まる、ちゃんと泊まれる場所が探せるかどうかによるので、これから夕飯探して食ってから、あの泊まる場所探します。ではまた。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日は3時間15分放送でしたね。何分後。3、4時間後。それでは、ロボさん、マジでロボさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。次枠はいつ？配信が終了しました。次枠もはるか後です。というわけで GoPro も以上で、終了します。ブンブン言ってる。あれ、放送終了できてない。